ここみここにいたのか。今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよな。あなたたちでしたか。すみません、今日は少し具合が。病気か？待てろ、すぐに医者を呼んでくる。いいえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。エネルギー？まさかここ見て人間じゃないのか？いえ、ただの比喩に過ぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。え、気づいていたのですか？どうやら私もまだまだのようです。もっと隠し通す技術を磨かないといけませんね。実は私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。もともと私は兵学を学んで幕僚になるのが夢でした。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する。私にとってどれも非常に大変なことです。他の人を満足させるだけでなく、彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません。むしろかつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのです。しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきました。好む好まざるに関わらず、それを避けることはできません。ですので自分に限界が来た時、ここへ来るようにしているのです。本を読んで休憩して、仕事には影響しませんのでご心配なく。祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました。今夜はまだ演説が一つ残っています。兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきません。やっとのことで勝ち取った平和、彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです。何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。ただ私の好きな兵学を聞かせていただけると、より早く回復できる気がします。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。ただどこに置いたのか忘れてしまい。オイラたちが探してくるよ。それをココミに読ませればココミも立ち直れるな。本当ですか？ありがとうございますやはりあなたたちが渡津見島に戻ってきてくれて本当に良かったです。公文書がたくさん置いてあるな。休みの時もこうして時間をあけて公文書を処理してるのか？産後の宮事業活動の村流通報告、漁業生産の年次総合管理報告書、渡津見島施設の維持管理費配分の月次報告。はあ、こんなにたくさんのことを処理しなきゃいけないのか。それにここみは普段虎の巻も書いてるし、多くの人とも会ってる。あんなにやつれるのも無理ないな。早く兵学の本を探してここみに元気になってもらおう。これを見ろ。ここみの探してた兵学の本かな。今日はメカジキ2番隊隊長が戻ってきた。エネルギープラス4。ああ、それは返して。
これも違うみたいだな。もう少し探そう。多分この本だな。ほら、ここみが挟んだしおりもある。しおりがないのはもう読み終わった本だろうな。なんか難しい内容で全くわからないぞ。今すぐこの閉学の本を持って行ってココミに読み聞かせようぜ。ココミ、探してたのはこの本か？よく覚えていません。少し読んでいただけますか？はい、それです。お願いします。ココミ、ココミ、どうしよう、ココミが寝ちゃったぞ。今夜は祝賀会があるし、それにもうじき和平交渉も、まだまだやることが。本当に大丈夫なのか？でも確かに疲れてるみたいだ。まだ時間があるならもう少しだけ休ませてあげるか。災いを払い、安寧を守る。戦争は終わりました。すべてが、いい方向へ。あなたたち、見届けられましたか？私、眠ってしまったのですか？今は何時でしょう？すっごく長い間寝てたぞ。もうすぐ映画が始まる時間みたいだ。そんなに長く？これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。少なくともエネルギーも3点は回復したような気がします。これで和平交渉の終わりまで耐えられるはず。ありがとうございます。私たちも早く映画の場に行きましょう。ココミがいつもの状態に戻った。